はい、今鶴橋にいます。なぜ鶴橋にいるかというとですね、改装の業務をやっててですね、三重県の津で終わりました。朝の8時ぐらいに終わったんですが、そこからですね、津をぐるぐる回ろうとしてたんですけど、あまり面白そうなところがなかったので、とりあえず近鉄特急に乗って鶴橋までやってきてます。でですね、お風呂入ってなかったんで、とりあえずこちらの延葉の湯っていうところ、まあスーパー銭湯ですね、に入ってですね、一風呂浴びてきました。まだ昼の今、昼の12時45分ぐらいなので、今からちょっとお昼ご飯を食べに行ってみたいと思ってます。それでは